最新カフェのオープンサンドモーニングにメロメロ。のどかな田園風景の中にお店を構えるカフェドフルールおさらさん、おはようございます。いらっしゃいませ。おはようございます。可愛らしい店内、先月オープンしたばかりのカフェです。オーナーは21歳。お店を彩るイラストはオーナーのお姉さんが描いたものなんですって。そんなお店の気になる人気のモーニングが、お待たせいたしました、オープンサンドセットのモーニングです。2種類のオープンサンドがセットになったモーニング。オープンサンドはこの8種類から好きなものが選べます。この日はシナモンとグラニュー糖で煮詰めたリンゴと手作りアーモンドクリームがマッチしたアップルシナモンをチョイス。そしてオーナー一押し、肉厚のサーモンに特製タルタルソースを絡めた風味豊かなオープンサンドも。名鉄美西線観音寺駅から歩いて6分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな。メーテレ朝の情報番組ドデスカでは、東海3県のバラエティに富んだモーニングを毎日1件紹介しています。午前7時50分頃からの放送です。また YouTube のメーテレニュース公式チャンネルでは、これまでに放送したモーニングを公開しています。ぜひご覧ください。